あれ、ここはあの AOA のソリョンのとこですか。分かっちゃいました。一応9万おめでとうございます。ありがとうございます。はい、本当に9万まで頑張ったんですね。はい、今日は20個の質問します。はい、はい、今から言ってもいいんですか。わかりました。はい、行きましょう。あのその前にあの大きいゲストが一人いるんですね。そうなんです。ロハンチです。ロハンチですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、名前は何ですか。名前は、はい、皆さんもご存知の通りゆかです。じゃあいくつですか。日本の年で28で、韓国の年は教えません。卵糸箱。卵糸箱、はい、じゃあどこの国ですか。国籍は日本です。籍はい、今どこで在住ですか。今は韓国のチェジュ島に住んでます。はい、はい、ここはリビングルームですね。はい、今日意外と嫌いですね。バディのサイズも教えてもらえますか。バディのサイズ、はい、バディのサイズ知らんわ。なんで知らんの。じゃあ背はどれぐらいですか。背はすごい大きく見られるんですけど157です。ちっちゃ。はい、最近好きな服とかスタイルはどういう感じですか。うん、最近はやっぱこういう楽で可愛い、着やすくて可愛い服が好きです。はい、それではこういう体になりたいって感じの人はあるんですか。韓国の女優さんでイハニーって人がいるんですけど、はい、あ、イハニーさん、うん、はい、イハニーのやっぱ体が魅力かな。やばいっすね、イハニーの体は。最近あの、まあ、あんまり出れないじゃないですか。はい、じゃあ家にここに行って一番することは何ですか。やっぱり編集、はい、このソファでロハンチにおっぱいあげてます。おっぱいやろ。はい、編集はどういうプログラムを使ってるんですか。今一応ファイナルカットプロ10っていうのを使ってます。編集する時間は大体1個の動画だったらどれぐらいかかるんですか。1個の動画で最近は2日ぐらいかかってます。2日3日ぐらいかかってる。あんな7分で10分ぐらいで。でもあの別に2日3日じゃなくて、はい、ロハンチがいるので。はい、もしかしてあのなんか甘いものとか食べたりとかして時間潰してそうやって遅くなるのじゃないんですよね。はい、次は好きな歌手は3組を言ってください。全部全世界を含めて。全世界。はい、じゃあせーの。トワイス、クアンドランド。クアンドランド、やばいね。喜ぶクアンドランド。はい、ジャスティンビーバー。ジャスティンビーバー必ず。ジャスティンの声は最高。最高。じゃあ好きなユーチューバーさんに言ってください。すごいずっと見てるのは、はい、アイムジェニムっていう人がいる。アイムジェニム、はい、うん、アメリカの人で、あとミシェルっていうニューヨークに住んでる人。ニューヨークの人、はい、あとはケミオ。ありがとうね。ケミオ大好き。じゃあ次は好きな韓国の K-POP 歌手、うん、男チーム1個と女の子1個チームは。女の子は TWICE、はい、TWICE、うん、で男の子は、はい、BTS ですね。はい、お花は何が一番好きですか。お花、はい、チューリップかな。バラも好きです。バラですか。はい、はい、これは結構、まあ、きつい質問と思うんですけど。サムソンかアップルかどっちですか。うわ、今使ってる携帯は何ですか。そうなんです、アップルです。今使ってるパソコンは何ですか。アップルです。じゃあ何ですか。アップルです。結構運動すると思うんですけども、体見たら、うん、一番好きな運動は何ですか。一番好きな運動は私、はい、あのやっぱり K-POP ダンスが好きです。 K-POP ダンスで運動してるんですか。そんなんでこうなるんですか。こうなる。じゃあ今自分の体を見たら太ってると思います、それか痩せてると思います。ぽっちゃり。ぽっちゃり、あ、好きですね。すみちゃんが一番好きな。ぽっちゃりだと思います。じゃあ、まあ、今キッチンとかいるので、まあ、一番好きな食べるものは何ですか。うん、最近は、はい、メルチソックっていう。健康ですね。そうなんです。はい、すっちゃんが作ったメルチソックが好き。はい、あのコーヒーショップ行ったら、うん、一番頼むメニューは何ですか。一番頼むメニューはミルクティーかな。ミルクティー、あったかいのですか。そうだね、あったかいミルクティー。じゃあ、うん、食べる感じ何が一番好きですか。さつまいも。さつまいもですね。今日はここまで20個のクエスチョンをやってみました。ありがとうございます。はい、本当に9万おめでとうございます。ありがとうございます。はい、これでね、ちょっとでも私のこと知れたら嬉しいです。はい、また続けていきますね、これ。はい、わかりました。それでは次の動画で。